ローマ建国起源は、初代ローマ王ロームルスが古代ローマを建国したと、される、西暦換算で、紀元前753年を元年とする、記念法である。古代ローマで使われていた歴法である、ローマ歴とは異なる。西暦2000年は、AUC2753 年、東ローマ帝国が滅んだ西暦1453年は、AUC2206 年となる。 西暦2021年は AUC2774 年となる。元年は紀元前1世紀のローマ人ウアルによって推定された都市国家ローマの建国年である。ローマ帝国で使われたいくつかの記念棒のうちの一つ。後に西暦など他の記念棒にとって変わられ、現代では使われていない。伝説とウアルの推定によれば、 紀元前753年4月21日、都市国家ローマの初代ロームルス王が即位した。これを起源とするものだが、後の計算により実際のローマ建国の年は、紀元前753年ではなかったとされる。しかし、この記念法を使う場合は、紀元前753年を起源とすることになっている。ローマ建国起源は、 ローマ建国直後から使われていたものではなく、共和制ローマ末期に、共和制になった年を、245AB エルベコンディタと呼ぶ、ことによって開始された。また、ウアンロよりも前はこの記念法が使われていないことにも、注意する必要がある。具体的なローマ建国の年は、ウェルレウスパテルクルスによれば、イーリオス艦落の437年後であり、 紀元前745年となる。またローマ建国の年にローマで日食が観測されたとされており、天文学的に逆算すると、この日食は紀元前745年6月25日に起きたものであり、16時38分にかけ始め、17時28分に最大となり、18時16分に終了し、食の最大は50.3%であった。 さらに別の研究によれば、シルイア王女が、ローマの初代王ロームルスとその弟、レムスの双子を見ごもった日は、エジプト歴で、紀元前763年ちょい約9月23日の日食の日であった。この時、ローマ地方では午前6時49分にかけ始め、7時47分に最大となり、8時51分に終了している、はずである。 食の最大は62.5%であった。エジプト歴で、トートの月22日にロームルス・トレムスは生まれた。トートの月は、現代の暦に直すと3月2日に始まっており、双子は、現代風には、紀元前762年3月22日生まれと、なる。ロームルスは前述の通り4月21日に即位し、それから2ヶ月が経たないうちに、 ローマで日食が観測された。ロームルスは54年を生き、紀元前709年7月17日、非常に大きな日食の起きた日に、ローマから消えた。この日の日食は、午前5時4分に始まり、6時57分に終わった。食の最大は93.7%であった。この時の日付は、ロームルス本人が制定した、ローマ歴では、 クインタイルズの7日であった。これらの計算は、ロームルスが18歳で、ローマを建国したという伝承などに噛み合い、ローマ建国年は、紀元前745年となる。プルタルコスが、ロームルスの統治は、37年間にわたって続き、7月5日に終わったと述べていることなどにもほぼ一致する。これらはほぼすべて、フロルス、キケロ、ディオカッシウス、 ハリカルナッソスのディオニュシオスらの記述にほぼ一致する。また、前述の三つの日食の正確な計算から、紀元前746年から紀元前709年までの間、ローマはロムルス王によって統治されていたことも明らかである。ありがとうございます。